はい、こんばんは、あいかです。今日はですね、じゃーん、こちらランコムのクリスマスコフレを開封していきたいと思います。ランコムといえばね、この前アドベントカレンダー2020年バージョンを開封したばかりですので、まだそちらチェックしていない方はこちらから見てみてください。はい、ということでこちらのね、コフレ数量限定、税抜き 19,500円で、発売日が10月16日の金曜日です。ただアットコスメショッピング、それからランコムの公式オンラインショップ、こちらでは10月2日から先行発売になっていました。そして10月の7日水曜日から伊勢丹新宿阪急梅田本店の方で先行発売が始まるようです。ということでね、全国発売はもう少し先なんですけど、予習的に中身ね見ていけたらと思います。それでは早速開封いきましょう。あいかチャンネル。意外とね、このランコムのクリスマスコフレめちゃくちゃ有名だし、むちゃくちゃお得なのに、私買うの今回初めてなんですよね。なんか買いやすいし、逆に後回しにしちゃってる感がランコムとエスティにはあったんですけど、なんか今年はね両方確保したいなと思ってるんですよね。これね、どうしたのって感じだと思うんですけど、髪がなんかすごい浮いちゃって、ここだけ全然ね、コテとかで直してもね直らないので、今この視聴者さんからいただいたリボン型のピンで矯正中です。ありがとうございます。ということで前髪は気にしないでほしいんですけど、よっ、おーね、ランコムのコフレといえばやっぱりこの大きいこうバッグ、バッグ型が多いと思うんですけど、今年はこれですよ。サムネはこんな感じかな。あ、でも思ったよりね、なんかちゃんとバッグちゃんとバッグって何って感じだけど、まあ、コフレでね、しかもこうポーチとかついてると、やっぱりちょっとねポーチ単品で買うよりはチープなイメージがあったので、バッグもそれなりかなみたいに思ってたんですけど、結構しっかりしてますよ。まあ、クオリティ的に言うとマイリトルボックスに入ってるバッグ類ぐらいのクオリティは全然ありますね。こんな感じ、この合皮っぽく見えるけど、触るとなんて言うんだろう、シリコンっぽいというか、なんか不思議な感触。ここちゃんとねファスナーチャームカバーしてくれてたんですが、ここがランコムのあのバラのね型押しになっています。いいんじゃないこれ。ほら今日ね黒いワンピースだからこう映えるよ。バッグの中身紹介しますみたいな。はい、じゃあ早速いきましょう。あ、ファスナーもねめっちゃ滑らか。なかなか次の開封いかないなって思うかもしれないけど、こういうのねあいかチャンネルでは逐一チェックしていくので、はい、ファスナーも非常に滑らかですね。で、全開になるのでいきますよ、せーの。あ、ちょっと待って、向き間違ったわ、こうだわ、せーの。おー、これねすごいのが、いきますよ、1段目、2段目ってなってるの。ほら、めっちゃたっぷり入ってるって感じ。で、しかも、さらにね、この裏、ここにも入ってるの。すごい。このね、でっかいバッグに入れているだけあって、中しっかり詰まってますね。とりあえず一旦中身取り出します。で、このね、よく新品のバッグとかに入ってる、この湿気取ってくれるやつ。これが入ってて、こんな感じ。いいですね。この赤ピンク。このカラー、私の中でめっちゃランコムカラーなんですけど、バッグの外のカラーとね、ちょっと変えてきてるんですよね。凝ってますね。なんかでもこの全開にいっぱい入れれる形状って何かしら使えそうじゃないですか。いい使い方ね、思いついた方はぜひコメント欄でシェアしていってください。はい、じゃあ中身見ていくまでが長いよって話なんですけど、早速じゃあ一つずつ見ていきたいと思います。まあ、今年はね、アドベントカレンダーもこのコフレも買ったから、開封終わったらランコム縛りメイクに挑戦したいなと思ってるんですよね。なのでそちらもぜひ楽しみにしておいてください。ということでコスメ系も今日はスウォッチだけお見せしていこうと思います。あいかチャンネル。やっぱり最初はねこれですよ。このなんかアイコニックなパレット、いいよね、クリスマスって感じ。なんかランコムのクリスマスってゴールドよりシルバーっていうイメージがあるんですよね。なのでピアスもね今日シルバーにしてみた。こんな感じ、すっごいキラキラ。これね、あのちゃんと表面に凹凸があるタイプです。こんな感じ。コフレじゃなくて単品売りでバラのハイライト出ますよね。あれとリンクしているのかなと思いました。これがラ・ローズアイシャドウパレット01番というアイテムです。いきますよ、せーの。お、じゃん。そう、このねカラーが今年割と使いやすそうって思ったんですよね。まあ、ランコムのコフレ毎年何かしらこういった多色パレット入ってると思うんですけど、今年だったら組み合わせさえ気をつけたら使えそうだなと思いました。
で質感もね、いろいろ、ほんとマットからサテンっぽいのパールとか、結構キラキラしたカラーとかね、あるので、こちら早速スウォッチ取っていきます。この指でスウォッチ取って、指先拭いてっていうのを繰り返しすぎて、もう今手がね、人生史上最強に荒れてるんですよ。だから、カサカサシワシワで、ほんと年齢出てる手っていう感じになってて、お見苦しくて申し訳ないんですけども、コフレシーズンはね、仕方ない。ちょっとこのラッシュがね落ち着いたら手のコンディションも回復するかと思いますので、しばらくはねこのカサカサの手が動画に映り込むことになると思います。あ、でもツヤ系のカラーめちゃくちゃ可愛いですよ。そっち撮ってみました。こんな感じ、パレットと同じ順番で撮ってみました。マット寄りなカラーはこんな感じでちょっとムラっぽくなってるんですけど、まあ、全体的にお粉とっても細かいですし、密着感ありますね。なんか片栗粉触ってるような感じなので、こうピタッとくっついてくれるんですけど、こう滑らせる時にキュキュキュっていう感じにはなるんですが、この両端のパールカラー、これねすんごい滑らかで塗りやすかったです。なんかこのカラーとかほんと指付けしても良さそう。で、この辺りの赤っぽいカラーですね、この辺やっぱり今年のトレンドなのかなと思います。なのでまあこれハイライトカラーですね、ほとんど映ってないですけど、これ塗ってこの辺りから2色ぐらいアイホールに入れてこれで締めるみたいなのが一番やりやすいルックかなと思いました。で、やっぱりクリスマスなのでこの辺りでキラキラカラー入れてきてますよね。で、ブルーは結構バブリーな感じ、ベースもネイビーっぽいカラーなんですけど、その中にもうちょっと明るめのブルーのラメが入ってるような感じですね。なので例えばこれアイホール、これ二重幅ぐらいで、際のとこにこのブルーちょこっと入れたりすると、普段ブルーあまり使わない私でも使えそうだなと思いました。うん、おこなし質なかなかいいですよ。私ランコムね、アイシャドウほとんど触ったことないんじゃないかな。ね、どこにでもカウンターあるって言ってもいいくらい本当に超メジャーなブランドなんですけど、なんか今までねスキンケアしかほとんど縁がなかったんですよね。でも今年はランコムデビューしちゃいますよ。じゃあ次こっちのパレットいきます。おお、めっちゃランコムカラーっていう感じなんですが、ブラッシュスプティル SP330 番のパワーオブジョイだって。カラー名がいいですね、パワーオブジョイ。すごい、なんかね、青みピンクで、めちゃくちゃ細かいこうシルバーのラメかな、なんかキラキラしたのが入っています。で、真ん中がね、ちゃんとランコムの型押しです。シルバーのラメが入ったチークって私人生初かも。というかもうラメ入りのチークっていうのをね、ほとんど使わなくなりましたね。全体にパール感があってツヤツヤするのとかはやっぱ使うんですけど、ちょっと新鮮ですね。私が使うとくすみそうだけど、無理やりふんわり入るブラシとかで使いたい感じ。ここですね。見ててください。ちょっとキラキラってしてるの伝わるかな。もうちょっとこう上目にしようかな。ほらほら。単純にラメがキラキラチラチラってなるだけじゃなくって、これが入ってくれてるおかげで全体的にツヤ感があるように見えるんですよね。ベースのチークカラーそのものはそんなツヤ系じゃないような気がするんですけど、やっぱりこの細かいラメの効果ってすごいですよね。すごく可愛いピンクなんですけど、やっぱりこのシルバー感とピンクの青み感のおかげでちょっと大人っぽいの、クールさがプラスされてるっていう感じかな。だからブリブリした感じにはならなさそうですね。すごい可愛いカラーですね。普段ガンガン使えるカラーが入ってるのももちろん嬉しいんですけど、こういう本当自分ではセレクトしないカラーが入ってるのがクリスマスプレゼントもらったっていう感じがして、私は結構好きなんですよね。もう特にチークカラーは本当ウォームトーンのカラーばっかりね最近使ってたので、これ挑戦したいと思います。次マスカラ、これはね私使ったことある。さっきコスメはほとんど使ったことないって言ってたんですけど、このマスカラは使ったことありますね。グランディオーズ黒色のマスカラですね。で、このね、なんだろう、ガラスの中に黒いバラが閉じ込められているようなデザインになってて、これがすごくおしゃれで、発売してすぐに1本使ったんですけど、ブラシがね、これ面白いんですよ。いきますよ。せーの。よいしょ。すごいでしょ。これむちゃくちゃね、曲がってるの。よくこれでこう入ってたなっていう感じなんですが、つけるときに、この軸が曲がってることによってなんか塗りやすいみたいな説明をカウンターでしてもらった気がするんですが、どう塗りやすいのかちょっと今全然思い出せないんですけど、まあ、塗ってみると確かに塗りやすいですね。この前のアドベントカレンダーの中にもランコムのマスカラ入ってたと思うんですが、こっちの方が日本人が好きそうなマスカラっていう気がしますね。塗りたての時に液が結構ツヤっとしてくれて、
て変にボリュームも出なくて、マスカラ液がサラッとしてて1本ずつコーティングしてくれるような使用感です。だから外資のマスカラの中では結構珍しいというか、日本人受けしそうなマスカラだと思います。まあ、軸が曲がっている分ね、ちょっと最初使う時に戸惑うかもしれないんですが、そこさえ慣れちゃうと使用感は非常に好きなマスカラです。じゃあ次いきます。大きい方からいこうかな。ラプソリュルージュ C の120番ということで、ここをねピッて押すタイプ、シャネルとかにもあると思うんですけど、こういう形状ですね。あ、使いやすそう。これ使いやすいですよきっと。ちょっと今日またマキシマイザーだけ塗ってたので、オフして、ちょっと可愛すぎてこれすぐ使いたいので塗ってみます。意外と甘い香りがする。え、私じゃないよね。うん、この口紅だわ。あれ、ランコムのリップって私あんまり今まで匂い気にしたことなかったんですけど、甘い匂いでしたっけ。あ、これ大好き。これほらめっちゃ血色感出てくれてませんか。ほらめっちゃ似合う。私口角も今ガサガサなんだけどね、ちょっとボロボロだからこれリップで血色感足して健康を装いたいと思います。もう外してもいけるかな。やっぱ浮いてる気がする。ちょっと押さえとこう。私の体に属してるのに私の反対ってどういうことっていうね。とそういう態度良くないよ。はい、じゃあ1段目の最後ですね。こちらミニリップ、ラプソリュルージュの S264 番です。いきます。せーの。赤かなピンクかな。あー意外とベージュカラーでした。まあでもやっぱりデイリーユースしやすい系のカラーが入ってますよね。これもスウォッチだけ取っていこうかな。うん、なんかランコムっぽいランコムっぽいばっかり言ってますけど、でも見た目はねもうちょっと肌色っぽいベージュなのかなと思ったんですけど、手に取った感じはさっきのチークじゃないですけど結構青みピンクっぽく見えますね。さっきのパレットのこの辺りのカラー使ってクールなルックに挑戦するときに使うといいかなと思いました。じゃあ次2段目、はい、スキンケアですね、いきたいと思います。じゃあまずこれすごい原品ですね。 UV エクスペールトーンアップローズ日焼け止め用乳液メイクアップベース。これはね持ってる人多いんじゃないかな。私も今年サンプルもらって使いましたね。 SPF50 プラス PA4 プラスで日焼け止め効果がしっかりある化粧下地ですね。まあ、持ってる人多いと思うんですけど、一応開封していきます。これね、これこのシリーズいろんなのがあるからね、ほんと間違って買わないようにしないといけないんですが、トーンアップのシリーズの中のローズですね。あ、これキャップこんなに開けやすいやつでしたっけ。スクリュータイプじゃない。ピンクはこんな感じ、明るい白ピンクなんですけど、まあこれのおかげでね、商品名のまんまですけどトーンアップしてくれるような下地です。この日焼け止め特有の被膜感みたいなのがほんとなくなったなと思います。で、香りがねめっちゃ懐かしい。うん、めっちゃこの UV エクスペールシリーズの香り、匂ってみて、ほんと思い出すからこの香り。あー、でもいいですね。ちょっとこれスタメンボックス入りしよう。秋冬でも私ね日焼け止めしっかり使いたい方なので早速使っていきたいと思います。次ね、こことここはアドベントカレンダーに入っていたものと同じなので、もう軽くお見せするだけにしておきます。こっちがまずジェネフィックですね。ジェネフィックアドバンスト N の 7mm サイズです。それと同じジェニフィックのシリーズのアドバンストアイセラムライトパールアイ&ラッシュ、これが 5ml。 このアプリケーターの先端がね丸くて目元をコロコロできる目元用の美容液なんですけど、私目周りは本当シワとかハリ感っていうよりもすっきり目元のむくみを取って目をパチッと見せたいっていうのが一番の目的なので、これ系のアイセラムすごく好きなんですよね。このあたりはねランコムの鉄板アイテムなので、アドベントカレンダーに引き続きコフレの方にも入っています。そして次、これ比較的新しく出たやつじゃないでしょうか。クラリフィックデュアルエッセンスローション美容化粧水 50ml サイズということで、これはねこの前アドベントカレンダーに入ってた化粧水とは違うシリーズですね。で、使う前はよくシェイクしてからね使います。特に白濁する感じでもないかな。細かい泡がね中で動いてるのが分かります。うん、めっちゃランコムめっちゃランコムって、ランコム知らない人からしたらあれだけど、まあ外資系のデパコスのスキンケアの香り代表っていう感じの香りです。サラッサラ、めっちゃサラッサラ。あ、やっぱ化粧水とろみあるのも好きですけど、やっぱ1本目はこういうサラサラ系使っておくとなんか安心ですよね。いいですね、めっちゃ馴染み
腕に塗っときます。もったいないので。なんか腕もね今傷だらけなの。ひっかいたとかじゃなくって、この時期ほんとねボディクリームとかベタベタに塗ってるんですけど、それでも乾燥しちゃって服にかぶれたりするんですよね。保湿しとこう。なんかすごく吸い付くというか、水分をしっかり足してあげた感じの感触ですね。これねちょっと使ってみたかったから、個人的には嬉しいアイテムでしたね。はい、化粧水の 50ml サイズでした。じゃあ次3段目というかね、この2段の裏側に入っていたアイテムを見ていきます。まずこちら、はい、大好きなねジェニフィックのマスクですね。ジェニフィックアドバンストハイドロジェルメルティングマスクということで、これはねすいませんちょっともったいないので温存させてください。ゲルっぽい質感のシートマスクです。プレゼントとかにもいいですよね、こういうちょっとデパコスのお高めマスク。はい、じゃあランコムのクリスマスコフレ最後のアイテムはこちらです。じゃーん、ちょっとね袋に入ってたよってことで一応この状態でお見せしましたが、さっきのバッグとお揃いの素材ですね。これが何かというと、はい、ブラシキットですね。これ嬉しいですよね。クリスマスのねシーズン結構ブラシセットいろんなブランドから出ると思うんですけど、そのブランドで単品売りで買うよりもすごく安かったりとかするので、マックなんかはね、まあ、そういったキット用に別で作ってるもので、普段単品売りされてるものに比べると質が劣るなんていう話も聞いたことあるんですが、でも個人的にはねこのブラシキットって大好きなんですよ。なんかブラシほんとたくさん持ってるし、普段使うのはもうほとんど決まってるけど、それでもなんかいろんなブランドのいろんな形のブラシを使ってみたいっていうのがね自分の中であるんですよね。でもさすがにもうブラシキット単体では買いすぎかなと思って買えなくなってきたから、こういうコフレの中にキットが一緒に入ってくれてるのはすごく嬉しいですね。これが3本ですねセットされてます。でちゃんと携帯できるようなこういうケースついてくれてるんですけど、まずこの1番のブラシ結構毛足長いですね。今こうシュッとねまとまってるんですけど、多分使っていくともっとどんどん広がってくるので、顔全体にパウダーつけたりとか、最後余分なお粉を払うフィニッシングブラシみたいな感じにも使えそうかなと思います。で毛はね正直もう河川らしい河川っていう感じで、最近って結構河川でも天然毛とも区別がつかないようなものとか、あこんな毛河川で作れるんだみたいなクオリティのものとかもあるので、まあそれに比べると本当昔からあるブラシキットのブラシの毛だなっていう感じではあるんですが、まあ逆に言うと本当こうしっかり腰があって一本一本細いような毛なので、もうパウダーでこうツヤ出したい時とか、最後全体に磨きをかけたい時とかにも使えそうですね。今度はねこれが6番ですね、チークブラシかな。こんな感じ、さっきの1番と比べるとなんか親子ぐらいサイズ違うんですけど、触るとねなんだろう、長さが違うからかな、こっちの方が肌当たりがいいように感じます。でもしっかり腰があるので、まあ、ふわっと乗せるっていうよりは割としっかりこう狙ったとこに色入れたい時にいいチークブラシかなと思います。で最後ですね、これがアイシャドウに使えるブラシかなと思うんですけど、13番、変わってますね。毛足が長くて斜めカットになってて、サイドから見た状態なんですけど厚みがこれくらいあります。なので、まあ、平筆なんですけど若干厚みがあって毛足が長い先端斜めのブラシです。腰結構あるのでちょっと発色どれくらいするのかチェックしていきたいと思うんですけど、さっきの例えばこのパールカラーとかですね、これだったらしっかり乗りますね。こんな感じ、ほんと磨くような感じで乗せられますね。スススッと乗ってくれてるような感じ、うん、割としっかり発色させるのにいいかな。で先端使ってあげると、あでもそんなに細い線は描けないかな、ちょっと締め色とか際に入れるのにもいけるかなと思ったんですけど、さっき使ってもこれくらいの太さになるので、まあ二重幅に色入れるぐらいまではいけるかなと思います。ただ発色は結構強くなるので、濃い色なんかを使うときは加減してあげた方がいいかなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。エンディングぐらいはこれ撮っとこうかな。はい、いかがでしたでしょうか。今回はランコムの2020年クリスマスコフレを開封していきました。最初にも言ったように今回ね初めて買ったんですけど、まあ今まで買ってこなくてもう今年これはと思って買ったんですけど、狙った甲斐あるというか非常にいい内容でした。まあ、クリスマスの限定品ってねすごく特別感はあるんですけど、まあお値段張るものとかもあるし、あと競争率がすごく高かった
かったりして欲しいのに買えなくってモヤモヤすることとかあるんですけど、その点がランコムって福袋かなっていうぐらいお得だし、もうカウンターもね全国にたくさんあって、なんかそこまでめちゃくちゃ朝から並ばないと買えないっていうほどのものでもないと思うので、ちょっと欲しいなって思った時にポンと買えるような心に余裕を持って買えるっていうところもいいなと思いました。難易度的に言うとコフレ初心者さんでも非常に満足がいく内容かなと思います。まあ、私のようにね、まあ、ランコムのコフレだったらいつでも買えるしと思っていた方もぜひ今年は狙ってみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画楽しんでいただけた方はぜひ高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。そして月額490円のチャンネルメンバーシッププログラムスタートしました。こちらでは限定動画、限定生配信、そして愛花の日記などを不定期で投稿していますので、興味がある方はチャンネル登録ボタン隣のメンバーになるというところから詳細確認してみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。愛花でした。